晴らしいこの世界。でも怖いこともある。そんな時はロイが来てくれる。いつでもそばにいて僕らを守ってくれる。火事が起こっても心配いらないよ。ロイがいる。学ぼう日の用心教えてくれるよ。強くて勇敢な僕らのヒーローが一緒に学ぼう。火の使い方を一緒に学ぼう。ロイが教えてくれる。いたずら電話は絶対にダメ。いってらっしゃい。今日も頑張ってね。ねえスクール B。 何？バンパーについてるの何？鳥の糞じゃないの？え、嘘。どこだい？汚いな。スクール B 洗車に行った方がいいんじゃない？うわ、誰か通って。エイプリルフールだ、エイプリルフールだよ。バカだな、鳥の糞なんて嘘だよ。でも鳥の糞に気をつけてスクール B。 助けて、ミニーが縮んじゃった。え、どういうことなの？わ、助けて、小さくなった。ミニー、一体どうなってるの？引っかかったね、今日はエイプリルフールだよ。え、そうなの？来たぞ。え、二人とも勉強してるの？珍しいわね。ああ、テストだからね。今日は大事なテストがあるだろ。嘘、テスト？まさか忘れてたんじゃないよね、なあジョニー。わあ、忘れたりしないのに。次は誰にいたずらしようか。いい考えがある。クルニー。いや、二人ともどうしたの？誰かが町中のゴミ箱をひっくり返してる。そこら中ゴミだらけになっちゃってるんだよ。嘘。それだけじゃない。誰かがそのゴミを踏んでどんどんひどくなってるんだ。そんなの耐えられない。なんとかしなくっちゃ。タイヤが山積みになってるの？それ本当？おもちゃがタダでもらえる？マックスが歩いてる最中にあることが起こった。ああ、木から落ちちゃって頭を打ったんだ。え？タイヤで木に登ったのか？それは、道をそれてぬかるみにはまった。おいおい、またか。今月に入ってもう3度目だぞ。急いで。絶好調。町中の人を騙したぞ。あ、面白そうだな。港で火事が？ああ、そこら中火の海だ。なんとかしてくれよ。すぐ向かわせる。ロイ？やった。また大成功だ。しました。助けて、工場が燃えてる。火事だよ。え、火事が起こったのは港じゃなかった？ああ、それは嘘なんだ。何？ピーター、どんなに危険なことをしたか分かってるの？ごめんよ、でも今回は本当なんだ。信じて。本当に火事だわ。あ、ロイ、港の火事はいたずらだった。え、本当の火事が工場で起きてるの？任せていいわね。了解、現場に向かうよ。ロイ、ちょ
いたずら電話なんかしてごめんなさい。本当に反省してるんだ。いいか、いたずら電話は迷惑だし危険にもつながる。いたずら電話は絶対にやってはいけない。消防署にいたずら電話をすると消防士が必要ない場所に派遣される。そうなると本当に火事が起こった時にすぐ駆けつけられなくなってしまうだろう。取り返しのつかないことになるぞ。いたずら電話が人の命を危険にさらすんだ。だからジンはあんなに怒ったんだね。もう絶対に誰にもいたずら電話はしないよ。それに嘘をつくのもやめよう。ピーター、ジョニー、説明してくれないか。そうだ、なんで騙したんだよ。まいったな。あれは、ちょっとごめんよ。この手前、いたずらっ子たち。